皆さんこんにちは。ハッピーです。今本館に来ています。中はこんな感じです。レストランは多分全部1階です。あの辺りは人がとっても多いです。今日はクーポンをすでに買ってあるので、隣のファイハイジエに行きます。かわいいですね。ファイハイジエに着きました。上の電気がなくなったかな。以前はとっても明るかったです。人がとっても多いですね。今日は日本料理は食べませんよ。串を食べに行きます。前回食べて美味しくてずっと来たかったんです。今回と違くて火鍋タイプです。野菜と肉を選びました。スープは辛いのとトマト味です。いただきます。きくらげ、とっても美味しいですよ。こちらのスープは結構辛いです。タレにも唐辛子を入れたせいかもしれません。ラーがジョンラーに変わりました。茎レタス、ちなみにですが茎レタスは日本で一回も見たことがありません。中国で初めて食べた時とっても美味しかったです。今では一番好きな野菜になりました。これは牛肉です。これは豚の骨付き肉です。肉は辛いの、野菜はトマトスープにしました。骨付き肉、スペアリブ、どっちでも言えますよ。ピリ辛でとっても美味しいです。これは豆腐の皮です。中国の豆腐はたくさんの種類がありますね。日本の京都の湯葉はとっても高いですよ。豆腐が好きなのでとっても嬉しいです。
如果喜欢这个视频的话，点赞、投币、评论，拜托啦，谢谢。